耳から学ぶイエスの再び語りたもうた真理の御言葉52第5話9聞き物語。世の礎が置かれる前よりあなたたちの中に隠されていた秘密を私は引き出した。あなたたちの仕事は初めから自分で引き受けたものであり、あなたたちの歩む一歩一歩は正しい。その歩みの終末はおそらくあなたたちには見えないであろう。そのために疑惑が起こる。しかしあなたたちが疑惑しているからといって、それが神の創造計画をやめさせ変更させることはできない。決して見かけに落胆してはならない。常に善なるものを見ることである。すべてはついには善なるものに到達するのである。神の苦恩の計画は果たされなければならぬことを知るがよい。なぜならそれが神のご意志だからである。その背後に存する栄光と目的とは、すべての人々に対する愛と平和と調和と善意とである。あなたたちはこの事業を助けるために現在地上にあるのである。それがあなたたちのところに私がやってきた理由である。私は常にあなたたちと共にあり、あなたたちを援助している。このことはおそらくあなたたちには十分には分かっていないかもしれないが、私の言葉は真実である。何であれ、信じて私に求めるものはその通り実現する。神とは人間の姿をとった愛であることを知れ、愛が破れることは決してなく、愛はすべてのものを新たがらしめる。私がイエスの口を借りて語ったもの、キリストであることを信じて私を受け入れるならば、あなたたちは私の名において多くのことをなすようになるであろう。なぜならば私は常にあなたたちと共にあり、私を使わしたもうた父なる神は私と共にいますからである。現に生きているのは父なる神である。父なる神が私の中で生きていたもうゆえに私は生きている。あなたたちもまた父なる神のゆえに生きているのである。私は父の中に生き、父は私の中に生きている。私はあなたたちの中に生き、我々はすべて父の中に生きている。地上における何人をも父と呼んではならない。天に増します御方こそが父だからである。神の子を信じないで拒否する者は自分自身を知らないものである。私と私の父なる神とを知れば知るほど、あらゆる被造物の中に存在する絶妙なる英知と秩序とに対するあなたたちの尊敬は大きくなるであろう。